みんなはマサシです。お前は、うちはマスカです。一緒に乗ってますから。うちはなんだよ。アスカです。どこの警察だよ。第二自動車警ら隊です。あ、どこの警察署だから。第二自動車警ら隊です。どこの所属だよ。警察署はや。おめえは、誰で一番偉いの、この中で。誰だよ、一番偉いのよ。誰だよ、責任者。大きい声出さないでください。誰だ、大きい声出さないでください。触るな。触るな。お客さん触るな。お前が来てっから目がかかってんだろ。じゃあ、あんた名前なんて言うの？わかったよ。お前名前なんて言うんだ？佐藤と言います。下の名前なんて言うんだ？龍二です。あ？こっちの目見て言えよ、おい。おい。何ですか？こっちの目見て言え。お前名前なんて言うんだよ。佐藤龍二です。あ？佐藤龍二？触るな、触るなよ。触るなよ。ちゃんとしましょう。しぶせばか。はい。わかりました。はい、すいません。なんて、え、飲みませんよ。なんだ先生、すいません、すいません、生二つください。協力しなきゃいけない理由がわかんないじゃん。いや、2位だろう、だから2位じゃん。2位って意味知ってますか先生。おまわり先生、2位って意味知ってますか。定食所以上でね、ねえ、散財を犯してある、犯しそうな人間、もしくは、挙動不審な人間を、しか止めちゃいけないって決まってるんですよ。ねえ、知ってますよね。知ってますよ。じゃあ僕は何かしましたか、迫田さん。迫田と言います。迫田さん。僕何かしました、お店に急に入ったように感じたんでね。それはあんたの勘違いだって、はい、僕ら最初からこれ、回せしてるんですよ。まあ、そうなんですか。うん。で、勘違いでしょ。だから帰ってください。面倒くさいんで。佐古田さん、弁護士さんに、何だっけ、何だった、佐古さん、はい、勘違いですから帰ってください。弁護士さんに迷惑なんで帰ってください。僕らの楽しい時間を邪魔しないでください。確認させてもらったら。嫌です、断ります。任意なんで。弁護士さんも断ってあるでしょう。説得する権利があります。私、権利、権力ってこと、権利、権力とか言ってんの、権利、権利、なんだ権利って。じゃあ任意じゃねえだろ。じゃある程度説得する。任意っていうのは私たちが協力するってことが任意じゃないですか。嫌だって断ってるじゃないですか。権利って何ですか。断ってると時は。断る権利はじゃないんですか。権利はありますよ。じゃあ帰ってください。私たちも権利。じゃあ帰ってください。じゃあ帰ってください。確認したら帰る。嫌です。断ります。確認したら帰る。嫌です。断ります。名前も言わないし、言う必要ないでしょ。任意なんだから。名前ぐらいは。帰ってください。迫田さん。佐古さん、ごめん。すいません。帰ってください。すいません。帰ってください。いいですか？帰ってください。嫌です。帰ってください。嫌です。もうビール飲みたいんで。一緒に飲みますか？おごってあげましょうか？佐古田さん。佐古さん。じゃあ帰ってください。ごめんなさい。2位だからね。すいません。すいません。ビールください。生ください、ニコ。帰ってください。送ってきました、はい、断ります。説得します。説得しません。断ります。説得はお兄さん、さようなら。帰ってください。これ拘束してるのと一緒ですからね。拘束してるのと一緒だからね。一緒じゃないです。一緒でしょ。説得して、一緒でしょ。楽しい時間をあんたが邪魔してるでしょ、はい、ねえ、そう、権利あるんですか、権利あるんですか。嫌だってだから任意でしょ。嫌です。断ります。説得する権利あります。権利、何の権利って、はい、お兄さんが強制ってこと言ってんの。権利、強制ってこと言ってんですか。お兄さんなんておっしゃいましたさっき。ね、任意でしょ。任意です。嫌です。それを、する権利がある。それを説得する権利がどういうことだよ。強制するってこと言ってんの。お兄さんさっきおっしゃったのは、拒否する権利がありますよね。拒否するというか任意でしょう。任意ですよ。拒否するもなくそも任意でしょう。任意ですよ。協力してくださいってことでしょう。そうですね。ね、で嫌ですっつってんの。なんで嫌だからだよ。警察嫌いなんで僕。嫌いなん。大嫌い。今まで警察に取り扱い。そんなあんたら関係ないでしょう。あんたら関係ありますか。ありますね。ありますか。なんであるの。なんであるの。拒否する理由を知りたいから。拒否する嫌いだからあなたたちが。嫌いだっていうのは、それ以上でそれ以下ないんですよ。嫌いだっていうのは今まで、うるさいな、もう嫌いなの。
好き嫌いの理由ありますか？ありますよ。じゃあ、あなた奥さんいんの？結婚したな、結婚したの。好きだからでしょ？そうですね。それ、そういう理由じゃん。俺嫌いなんだわ、そういう理由じゃん。それじゃ以下ある？以下でも、以下でも以上でもある？あります。何があるの？説明しちゃう。説明してみ、うん。その嫌いになった理由はっていうのは？警察が嫌いだから。じゃあ、あなた奥さん好きな理由言ってみなよ。付き合って、うん、いい人だと思ったから。うん。普通だな。普通ですね。うん。普通そうじゃないですか。で警察って僕らにはこうやってやるくせに仲間内は、ま、守って隠すじゃないですか。身内のことは握りつぶしたりとかやるじゃないですか。今までやってきてるじゃないですか。あなたたちじゃないですよ。他の県警とかもやってるじゃないですか。仲間内の方が握りつぶしするじゃないですか。警察官が、身内に甘いじゃないですか。今そんなことできないです。今知らないけどするじゃないですか。それは分かんない。昔はもう分かんないって言われたら俺も分かんないって言うよ。いや昔はそれ分かんないって言うのは分かんないって言うでしょ。話聞いてます。いいよ。昔はほらそういう話、お兄さん、そういうことがあって、お兄さん、お兄さん、そういうことがあって、生いいっすか、二つ。そういうことがあってね、うん、問題になったの。もういいっすか。いいじゃん。もう問題になったないの。何も、もうじゃあ待ってて外へ。何もないの。パーって確認してもらいたい。やだって言うんだよ。やだ、しつこい。本当しつこいね。あ、何型？ A 型。 A 型しつこいね。お兄さん何型ですか？しつこい。言うことない。言うことないでしょ。しつこいよ、本当に。見て、あの愛したちどう思うの？こんな警察官囲まれちゃって。何にもしてないのに。いじめてるんですか？入ってくださいよ、もう。お酒飲みたいんですよ。これ拘束してるの一緒だよ。お酒飲む時間邪魔してるじゃないですか。お金払ってもらえますか？ねえ。時間とお金なんですよ。僕ら忙しいの。その合間を縫ってお酒飲みに来てるんですよ。であなたたちイチャモンつけられて、お酒飲む時間がなくなってんのよ。明日遅刻したらじゃあ、その分、やあのお金、代償してくれます？明日何時か。あ、ちょっと待って。何時か、どこでしょう。関係ないでしょ、そんなあなたに。それ損害で、損害出たら、損害出たら、そういうことしてくれんの？代償してくれんの？その時間と場所を私聞いてくれんの？じゃあしてくれんのかって聞いてんの？ん？してくれんのかって。それは時と場合によります、ね。しねえ、しねえじゃん。そんなんだ、権利ないでしょ、あなたに。ないでしょ。お金払う権利あんの、あなたに。税金を。そんなすごい時間かかるじゃないですか。新大久保の改札出て目の前の金のプラス。いやだって、頭つくんいいけどやんないよ、俺は。はい。数で、数くれてやろうとしてんだ。やんないっすよ、俺は。はい、お願いします。やんない。2位ですから。いっぱい来たね。いっぱい来ましたね、お巡りさん。楽しくなってきたね。一人一人名前言おうか。端っこのお兄さん。お兄さん。田と言います。うん、人の名前は恭平です。おい。お兄さんは萩谷と申します。おい。あなたは迫田さん。迫田さん。あなたあなたなった？え？モショさん。モショさん。モショ。モショ。嫌ですか？あなたは忘れちゃったな。あなたはあなた佐藤さん？え？森永さん？その後ろの年配の人は？ねえ、あなた名前なんての？お前自分から名前持ってたけど。言わねえよ。言わねえよ。言わねえ。言う必要ねえだろ。いいだろ。言う必要ねえの？警察では見せれねえのか。じゃあ帰れよ。職務中だろ。違うだろ。違うだろ。なんだよ、その口を聞き方。だろ、お前の口を聞き方。うるせえ、お前に関係ねえだろ、バーが。ダメじゃねえぞ、これ。おめえとか言ってんじゃねえよ、お前。俺何もしてねえんだよ。迷惑こむってんの。何もしないっていうのも確認させてください。やだ。いいでしょ。断ります。嫌です。断ります。自分の女の礼儀だもん。礼儀？礼儀？礼儀って何よ。あなたに礼儀を、する人あんの？なんか。ねえ。あんた礼儀、なんか、なんだやめろ、やめろ、やめろ、もうやめろ、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 そんな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 、あんたこういうことやっていいの？やっていいんですよ。見せて、警察でしょ。見せて。何のためよ。警察で見せて。見せて早く。職務中でしょ。見せて早く。名乗れよ。名乗れじゃねえよ。命令される筋じゃねえんだよ、おめえに。名前に命令される筋じゃねえ。早く早く早く。早く早く。はい。はい。はい。見せて。触るな、触るな。おい、暴行だ、触ったろ、お前。触るな、触るな。触るなよ。
はい、さようなら。帰ってください。はい、はい、はい。はい、はい。はい、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 さようなら。出てこないの？まだ。おさん、ポケットとか大丈夫？いやいやいや、無理。やです。危ないの持ってる店の中に。やです。でも、なんだ、しつこない。いやです。2位なんでやです。2位なんでやです。やです。触んないでください。やめてくれよ。暴行だろ？やめてくれよ。2位じゃ2位。お世話になった人なのか。2位じゃないですか。断ります。説得してます。いやです。お断りします。それ以上もそれ以下でもないでしょう。そんなことない。いや。